ダイメラルズは2002年結成の日本のインディーズ3ピースロックバンド。2004年アメリカテキサス州オースティンで開催される音楽ショーケースイベント SXSW サウスバイサウスウェストのオーディションに通過し出演して以来以降6年間連続で通過。日本からの参加として最多連続出場しこれを起点に海外の様々なフェスから招待を受け参戦。 海外でのツアーも数多くこなしている。海外での活動を通じて、メジャー、インディーを問わず、日本の様々なミュージシャンとの交流があるが、日本の市場での認知度は、全くない。アメリカ合衆国、カナダ、韓国などの国々でライブを行い、キャッチフレーズは、世界の恋人。レザーパンツに、サングラスで、早口のガレージロック、ロックンロールを演奏するが、 シャツが花柄であること、歌詞がセンチメンタルすぎることが特徴。かっこいいと、面白いの、ギリギリの線を行きたがっているようにも演出しているが、そのパフォーマンスを見れば笑わせたがっていることが、明白であり、ステージは、ほぼほぼ楽器を使ったコント。事実、世界中どこでライブをやっても笑いが絶えず、コミックバンドと呼ばれてもいた仕方ないありさまである。ちなみに、 ステージ上の決め台詞は、俺のシャツ、どう ?How, about my shirt。ふとした事故で100年後の未来から21世紀の日本にタイムスリップしてきてしまった字を書けるロックンローラーカズヤが21世紀の世の中を見て100年後の未来へ帰るためにはこの世界を目で満たさなければいけない。俺にできることは何かな愛の歌を歌うことかなと考えバンド結成を決意。 新宿でホストをしていた翼とショ翔のホスピタリティ精神に感銘を受け、彼らを橋本深夜の試合観戦に誘い、プロレス会場で彼らと意気投合し、ザイメラルズを結成したらしい。出展、2009年6月26日 FM 横浜、横浜ミュージックアワードインタビューより、トークアバウトラブトーク、アバウトラブバニラガールジュリエットブルーブリッジ、カートコバーンが大好きな、 女の子サーフィンベビーサーフィンベビーラブファイアクランベリークラシックラブイズローリングオールマイラブフォーユーラブイズローリングトークアバウトラブジをかけるロックンローラーキッス ME ベビー愛してるなんて言えないよベビーネバーチェンジしもきた DreamHayBerryBody Let's Dance Tonight 桜アルバムリリースインタビュー http://smashingmag.com スラッシュ int スラッシュ int08 スラッシュ0 8 0 9 1 5 e m e r a l d s j 0 h t m l p v l o v e i s r ン w l i n g h t t p s w w w n i c o v i d e o j p w a t c h s m 5 0 1 8 0 3 4 p v all my love for you h t t p s w w w n i c o v i d e o j p w a t c h s m 4. 4. 4. 4 9 1 2 6 1 8 2 0 0 4年2005年2006年2007年2008年2009年 h t t p w w w j e m w o r l d c o m pl.artistsbiography-837za エメラルズ HTML ありがとうございます。